今回あのドラマオーディションがあったんだよね。そうですね。なんで受けようと思ったの？あのそれこ そ, その演劇コースでいっぱいいろんな舞台やらせていただいてて、あのその土日のワークショップの中に深田さんとか、あ深田浩二君っていうあの監督で、と「淵に立つでカンヌのある視点」の部門で賞を取った、あの今国際的にも非常に活躍してますけど、それが、まあ、年に1回かな来てもらってます。とか、まあ、元弘監督とか、もうモデルさんはねもう説明する必要ないと思いますけど、ね、とか来ていらっしゃってて、そのまあ映像のその座学みたいなのもあったので、興味自体はあって、その芝居が何が違うんだろうとか、あの何が特化してるんだろう映像はとかっていう興味自体はあって、で今回お話をいただいて、そのオーディションの、あ映像に挑戦できる機会があるんだったら積極的にまあやりたいし、そこで学べることもあるだろうなと思ってワクワクして受けたっていう感じですね。嬉しいなと思います。そう、映像に関するワークショップだったりとか、うん、授業とかはまだ受けてない状態で、本当に映像に関する知識だったりとかが一切ない状態だったので、もちろんなんだろう、どういう本当にさっき言われたようにどういうお芝居に特化していてとか、どういう違いがあってみたいなところももちろん感じつつ、じゃあどう舞台に生かせるのかしらとか、そういう部分をなんだろう、やっぱり探りたかったっていう興味から、うん、今回受けることになりましたね。では、じゃあ実際その現場に入ってみて、どうでしたか？プロに混じってたよね、混じってやってみて、スタッフももちろんプロだろうし、ね、俳優さんもプロの俳優さんがいらっしゃる中で、まあ、映像にチャレンジしてみて、どうだろう、感想。まあ、一番その、まあ、嬉しかったこととして、皆さんがすごく対等に接してくださって、その学生っていうよりかは、本当にあの役者として、こうどう思うとか、あの協力して作品を作っていくっていう感じになって、現場がそれがそのすごくこの演劇コースの舞台作ってる時の雰囲気とどこか似てるように僕は感じて、すごくあの前向きにというか建設的に作品作りに挑めて、あのそれこそなんだろう、いろんな芝居を追求していくこともできたし、あのスタッフさんと折り合いをつけながらいいものを探していくっていう時間も取れたので、すごくいい10日間というか、まあいい時間が取れたなっていうふうに思いました。いい経験があって、うん、本当に。杉田君はどうですか？なんだろう、それこそあのスタッフの方々が対等に接してくださってっていうのはおっしゃられた通り で、あの役者としてどう思ったりとか、その自分の役割っていうものをすごく考えさせられた期間だったなって思っていて、うん、その自分の役から見て、じゃあこのシーンはどうだろうとか、この描写、このカットはじゃあどういう風な部分を映したらいいんだろうとか、そしたら今回この芝居の中、この今回25分のドラマなんですけど、25分の中でちょっと25分がどういうものになるのか、どういう時間になるんだろうっていうのをすごく考えながらだったので、作品の中の自分の役と、でチームの中の自分の役割とっていうものを、それこそ自分がやりながらだったりとか、他の方、プロの俳優さんだったりスタッフさんだったりの仕事を見ながらちょっと考えさせられる期間でしたね。あ、そうだから、なんかスタッフの皆さんが基本そのチーム、そっちがチームで僕らがゲストみたいな感じだったので、こちらのスタッフさんたちのチームワーク見てるうちにね、なんか自分もどうこの現場で関わろうみたいな役割みたいなのはね、すごい感じました。なんか舞台ずっとやってきた2人でしょ、なんかそれがどういうふうに例えばその映像になった場に役に立ったかと、うんうん、あと何がその演技する上で違ったかみたいな、もしあったら。私これなんだろうな、ずっとやっててお客さんが目の前にいないっていう状態ってやっぱりすごく大きいなと思って、その生感がないっていうか、映像を通してなので、そのカメラがお客さんの目になる、でどういう風な映り方をしていてっていうのを一回じゃあそのバーって通して演技をして、そのカメラに収まった映像を見て、じゃあこここうしようかとかって相談しながらそれをちょっとずつ変えていく、なのでなんだろうな、すごくこう練りに練ったものを出していく、お客さんに提供していくっていう作業はなんだろうな、舞台よりもなんか僕は感じました、すごく。でもちろん舞台にもそういう作業はあると思うんですけど、で
なんだろうな、全部の演技が終わってクランクアップした後にあのスタッフさんたちにお任せする、じゃああとこの出来上がった映像で編集してあのお客さんの方にお願いしますっていうその託す作業みたいなものはすごく初めてだったので、うん、多分そこもなんだろう、自分の役割が終わったっていう感覚だったりとか、あとはもうスタッフさんお願いしますっていうその信頼感みたいなものはなんか映像の方が、うん、感じましたね。編集があるもんね、うん、舞台の場合は逆だよね、うん、そうです稽古とかずっと積み重ねてスタッフが全部固めてって、あとじゃあ俳優やってみたいな、サッカーみたいな感じだから、ね、やっぱりもう、まあ、試合スタートしちゃったらもう選手が俳優がどうにかするしかない、どうにかゴールまで決めるしかないみたいなことになっちゃうけど、確かに映像の場合は全く逆かも、ね、素材になっちゃう。逆に言うと僕共通点であの結局その舞台上にいてあの一緒にやってる人とどう関わりを持つかとか、あのちゃんと相手の言ってることを聞いてるかとか見てるかっていうことの大切さが映像だとめちゃくちゃ寄られるんで、うん、あのこの画角とかで撮られちゃうんでサボってると全部バレるなっていう風に、いや、演劇もバレるよ、サボってこれサボってんなって思うから怖かったちょっとそうですよね、でもなんかそのなんだろう、こうやってる時はあんまりそのまあサボってるのがバレてるかバレてないかみたいなのがちょっとわかんないとしてもその見れちゃうね、自分で自分がサボってるのが結構そのあなんて言うんだろう、この生感、お客さんがいない生感はないけど一緒に他の役者さんとかとやってる生感はすごく舞台の時と同じぐらい大事にしないと嘘の演技になっちゃうというか、あのまあどう言えばいいんだろう、こう人とやってないような演技になってしまうなっていうふうには感じました。